あ、僕はまあ、あくまでベーシックなんで、アメカジを取ってる人としてはまあミリタリーはね、自分つったらこれ入れとかないと、まあ、説明は後でしましょう。あ、じゃあ肩落としてください。肩落とす。ちょっと後でやるんでいいんですか。ちょっと止めて、ちょっと待って、俺一回チェックしなきゃダメだから、そういうの。これ苦手なんだよ、誰かのコーデすんのって。一番もうタグ見てね、ブツブツ一人で喋ってるのが得意なんだよ。もうなんとかだね。どうすか。はい、じゃあちょっと見せて、はいはい、あ、いい感じ。これ、こう落とす。で、ロールアップしてもらっていいですか。はい。あ、でもそんなにでかくないですね。なんかミリタリーシャツがでかくない。あ、いい、かっこいい、かっこいい。将軍だ。もう簡単ですね。まあジャケットはね、まあオーソドックスなコンプレに金ボタンに、まあ下はねちょっと、まあ、タックインしてもいいかなと思って、このぐらいでね。でもやっぱ木感出したいんで、こうミリタリーシャツを着て、まあちょっとカジュアルめにして、そしたらパンツはチェックパンツ。なんか僕の中ではグレーのこういうチェックパンツってすごいいいかなと思って。すごいオーソドックスなんだけど、ミリタリー入れてね、ちょっとカジュアルめに出した。まあ、面白いか面白くないかって言ったら、普通に多分誰が着ても似合わなくはない崩し方かなっていう。もう僕も最初このぐらいで崩して着てたんで、ミリタリーとかは。もうゴンゴンミリタリーとか着たりとかしないで。普通のスタイルにミリタリーを取り入れたりとかして、ちょっとアメカジ感があるような感じに してましたね。まあ、例えばこれでもっとカジュアルにしてるの、上これ脱いでジージャン着たりとかするのもいいかなって。あとはそうですね、まあコート、長いコートとか着てもいいかなと思います。以上です。こっちの方がどっちかっていうと、なんか入りとしては絶対入りとしては楽な、例えば普通にテイラードジャケット、別にその古着じゃなくても、例えば某ブランドさんいろいろ出してるんで、はい、そういうの買ってシャツだけミリタリーを古着屋で買って、うん、なるほど、調整するのもいいかなって。下は別にユニクロのパンツでも別にこういうの出してるんで、うん、そうするとなんか古着入りやすいかなって。僕からした目線は古着に入りやすい、最初に何買おうかなと思った時はやっぱシャツとか、ちょっと中にこう着るのアクセントでミリタリー買ったりするのも面白いかなっていう。なるほど。まあシンプルイズベスト。決まった。菅原くんです。まあさっきのとはちょっと違って、ベーシックなんだけど一応こうミリタリーを挟んでちょっと着て、ベイのラルフのパンツとパラルフのシャツを着て、上にこうミリタリーを着る感じで、まあちょっとどっちかっていうと、なんですか、雑誌で言うとサファリとかああいう感じの綺麗さかなっていう。ミリタリーを着るけどちょっとこう綺麗な感じにする、まあ本当にベーシックなもので揃えてるって感じですね。まあ例えばこの上に MA1 着てもいいですし、例えば M65 フィールドパーカーを着てもいいと思うんですよ、別に。で、あと後染めの黒なんで、やっぱり黒っていうのがやっぱりこうしっかりまとめてくれるかなって。あとまあ特徴的に僕は好きなね、このね、タックが入ってるパンツを少しこう緩くね、履くのもね、いいかなと思って。これもさっき言ったユニクロのシャツに、ユニクロのチノパンにミリタリーだけ古着屋さん買いに行こうってなったら、そんなにこの上着ぐらいだとそんな高い買い物でもないと思うんで、やっぱアクセントになるかなって。だ現行ものにあのミリタリー合わせてもそんなに不自然ではないかなと。こう合わせ方によっては全然ゴリゴリにもならないですし、これデニム履いちゃうとちょっとゴリゴリかなと思ったりするんで、そうすると靴をちょっと変えてみたりとか、まあ面白いんじゃないですかね。ありがとうございました。ありがとうございます。ぜひこの動画が良かったと思う方、高評価とチャンネル登録もぜひぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いします。では今日も動画見ていただいてありがとうございます。カツオとコキです。将軍でした。ありがとうございました。おっす。カツオ的には今ね、結構やっぱニットが欲しくてもね、古いニットってね、やっぱね状態が良くなかったりしたりとか、うん、デザインがよく分かんないやつがあったりするんだけど、うん、それが面白いのかなっていう、うん、サイズ感もなんかこう本当にただでかいみたいなニットは結構多いんだけど、俺がイメージするのはなんかでかいんだけど着丈が短いとか、ああ、俺が買ったあのさ、ラルフのさ、そう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 、なんかさ、ただでかいサイズを着るのとビッグシルエットって別物だと思うから、違う、ね、うん、だからそこをなんか結構大学生とかって間違えて、ただでかいの着てればいいと思ってさ、なんかただ単にそうでかいの着てるだけじゃん。そうじゃなくてでかいんだけど肩が落ちてるだけとか、うん、だから本当に身幅がバンって広いだけとか、着
丈はしっかり短いとかっていうものを狙っていきたいからね。あのね、なんだろう、着丈短め、身幅大きめってやっぱ古着の形だよ。そうだよね、ボックスシルエットってもともとだって古着系だもんね、60's だね、うん、形的には。だからそれを探すのはちょっと大変なんだよね、俺の身長高い人から。そうそうそう、あのね、いいの見つけたと思ったら M とかね、最初はまあそうだね、欲しいのはニットか。やっぱニットね、俺も今年ほらニット買ったじゃん、イブサのタートルネックのさ、ニット、ニットね、なんか好き気分だよね今年は。なんか今年なんかニット気分だと思う。なんか今までやっぱスウェット系だって俺たちチャンピオンだしさ、で俺も結構パーカーフーディーとかスウェット系原稿で結構買ってたけど、なんかねちょっと綺麗な服、うん、おいかにさあ、そう今までの自分をいかにちょっと崩していくかみたいなのがちょっと面白いかもね、うん、だからそういうところでやっぱニットっていうアイテムは多分今の多分現行でやっぱ流行ってる服もやっぱスウェット系とかやっぱトラックジャケットとかのスポーティーなアイテムとカジュアルがすごい今来てるから、そこにニットぶつけるっていうのはキモいかもねお前の言うキモいかもねキモいジャージにニット着てたらどこ行くのだよマジでそういうイメージ、うん、いやでもだから簡単に言えば俺も最近買ったものって言ったらちょっと綺麗っていうか、まあ、まあまあ今年はガウンが着たいんだよ。うん、これいいよね、バーバリーの。ダメだよ、言っちゃう。バカ野郎、お前。カットです。カットです。バカ野郎、お前。でも、これ、ガンってすごくレディース、だからさっきも話したけど、ね、メンズなんだけど、メンズだけど、レディースにちょっと寄りつつ、ジェンダーレスっぽいイメージでしょ。なんか、レディースって、なんか綺麗なイメージあるじゃん。なんか勝手なイメージなんだけど、ドレスっていう、ね。ドレスっていうか、レディース自体すごい綺麗なものが多いんで、うん、だから女の人ってガウン着るの当たり前だけど、男の人って着る人と着ない人分かれてくるから、うん、ガウンは着るけど、例えば下にも、ほら、グラミチのこういう、ナイロン系のね。ナイロン系のスポーツパンツ履いたり、あとスウェットパンツ、チャンピオンのリバースウェーブのスウェットパンツ履いたり、うん、まあ、もっと冬になったら上にニット着て、それにスウェットパンツ履いて、うん、で、靴はちょっと革靴で。そう。国産が浦島茂るよ、また。ミカエル・フォックの。ミカエル・フォックのブラック。2足目っすね。いいね。チャートブラックで。もう本当に王道中の王道だよね、やっぱり。この辺になってくると。でもこの感じの着方もやっぱ変じゃないなって、ちょっと最近思ってるから。あ、ジョガーパンツに。ジョガーパンツとかスウェットパンツに革靴。かっこいいかっこいい。最近俺大好きだから。ジャージにローファーとか。そう。大好き。カツよりかは厳しくないぐらいで頑張ってるみたいな。そう。だから最近自分が欲しいなと思ったら、本当にロングコートって昔すごい嫌いだったよね。俺もう全部ショートだったもん、ね、全部ショートだった。それをロングは最近本当好きで、今回5着ぐらいもうロング買ってるから、これもそうだし、いいね、こういうの咲くときだね。あ、よく YouTube のコメントでこう交換してみてよとかって言われるんですけど、多分あんまりしっくり来ないですよ、お互いに、うん、だからあっぽいねってなっちゃってどっちかっていうとコキいじめるのが一番好きかな来てよみたいな、うん、あれすげえ変わると思う。ちょ、あいつはね、結構ね、キャンバスが結構白に近いからね、多分、いろんな色入れても打ち込めるから。面白い。だから俺ら兄弟はね、結構、もともとのキャンバスが多分結構強いから、ほとんど、だってこっちは黒に近いような、こっちネイビーみたいなキャンバスだから、あんまり入る色ってはないんだよね。好きなもんは好き、嫌いなもんは嫌いだから。今日の動画で、やっぱし、こう、コーデ、まあ、お前はさ、結構やってるじゃん、コーデってさ。まあ、好きだね。こういろいろやる、誰かにやったりとかって得意なわけじゃん、うん、だけど、うん、きっとほらスタイリストだからさ、髪の毛しかないわけよ、簡単に、うん、だから服に合わせるの大変だなと思ったけど、やっぱベーシックなものを着るのが一番、うん、誰しもが着られると思う。だから今回のアイテムは本当にまあ例えばお互い綺麗めなものを最近急に好きになってきたから、うん、多分それをその思考が出てきたのかなっていう。だからすげえみんなにミリタリーって言われるけど、結構俺ミリタリー以外も結構持ってるしね、好きだよね、結構みんながなんかミリタリーって言うけど、結構イメージ違うよね。昔着てたってミリタリーっていうよりかはなんかね、ラルフとかストゥーシーとか、そうだね、アメカジだね、イメージは。で最近ちょっとヨーロッパっぽくなってきたっていうか、ヨーロッパも昨年ぐらいかな、うん、昨年ぐらいからちょっとなんかアメカジにドレスをちょっとこうぶち込むみたいなスタイルに、そういかに崩すかなってきたのかなっていう、ミリタリーをいかに綺麗に、うん、で逆に綺麗めをいかに汚くっていうか、うん、キモくっていうか、だから似てるところもあれば、そうなんだ、似てるんだけど似て非なるものなんだよね、多分ここは。そう、要するになんか難しい言い方だけど、
1と50って反対だとしたら、1と100って裏返せば近いみたいな。ああ、1と100が最低値、最高値っつったら、50って一番遠いじゃん、1から50って。だけど、1から100なんだけど、裏返せば近い同士みたいな、反転すればね。だから、時計で言うと、1時と11時みたいな。ああ、そうだね、そうだね、そういうことだね。反対ではないけど、近いけど、一番こう離れてるっぽい。でも、裏返せば一緒。は、お互いあるかもしれない。俺も、格好とか見てて、あ、こういう着こなし懐かしいなって思う時もある。やっぱりこういうパンツに。そうだ、ね、俺ほらあれ着てたらベトジャン。ベトジャン着てたね。ああいうベトジャンをパーカーに着たりとかっていうのもやったし。で逆に言えば綺麗めって懐かしいんじゃない？懐かしい。俺にとっては。高校生の時とかさ。そう。これ高校生の時やっぱこうどっちかって言ったらこうやっぱ細めのパンツに本当シンプルに色で。はもうほんと色は全然使わないで柄も全然使わないでっていうスタイリングの方が多かったから。そうだね、まるっきり逆になったね。刺繍とか俺超着てたもんね。超好きだったね。背中バーン入ってるの着てた。スカジャンとかゴリゴリにしてたから、ね、面白いね。こう見てると兄弟ってやっぱ超面白い。面白いと思う。やっぱ似て非なるものっていうのが多分一番わかりやすいっていうから、まあ、あとはいろいろそうですね、コメントの方で、はい、寄せていただければありがたいと思います。